はい今回は絶対音感を持っている芸能人の松下奈緒についてですね調べてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、皆さんもこちらの絶対音感とかっていうのを聞いたことがあ,あるかと思うんですがちょ僕はあの音楽とかのとても苦手なんでねよくわからないんですけどまあこのような話を聞いたことがありましてちょっとまあ気になって調べてみたんですよ。ででま、えー、まずですね、まあ この絶対音感というのは何かということと、まあ、松下奈緒がその絶対音感を持っているということ、でまあ、このようなことがわかるので、実はです、ね、父親のいびきがうるさいと、そういったことに悩まされると、まあ、そういった話をです、ね、今回、お伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず「絶対音感」というのを聞いた言葉を聞いたことがある方、えー、多くいらっしゃるかと思いますが、まあ、その定義なんですけどその絶対音感とはあ何かっていうと音を聞いた時にその音の高さを記憶に基づいて 絶対的に認識してて再生でできる能力っす、まあ、すごいですよね、うん、でその絶対音感を持っている人っていうのは自分の中に、えー、ドレミファ・ソラシドを持っていて初めて聴いた曲などの音名を言い当てることができるって、まあ、ただただすごいと思うんですよ。でもちろん僕は全くわからない音楽とかあのとてもに不得意で苦手だったんで全くこんな力も、ねえー、全くないですし、まあ、ただすごいなと思うんですよ。でえー、このまあ絶対音感を持っている人が まあいるっていうことなんですがその芸能人、ね、の松下奈緒がこの絶対恩賛を持っているっていうことがまあ言われていてこれっていうのはおそらくっていうか本当の話なんですよ。でその根拠は何かっていうとまずですね松下奈緒が あの過去にパソコンの、あのーまあ、起動する音とかあの飲食店に入った時の、まあ、チャイムとかをそれをですね一回き聞いただけであのピアノで、えー、かい完璧に再現したということが言われておりこれっていうのはその絶対音感を持っているからっていうことなんですよねであの松下直本人も、えー、自分は絶対音感があるっていうことを言ってるんですよ、自分でもあのこういうものがある、えー、自覚している、えー、この能力を持っているっていうことがあるということで、まあ、すごいなと思うんですよね。でえー、すごいな と思うんですが、この絶対音感っていうですね、ま音に対してま意識が高いことがわかるっていうことがですね、実はある悩みがあるとも言われておりまして。 父親のいびきがうるさい、えー、と分かってしまうということが松下の松奈緒の悩みであるということが、えー、言われているんですよ。松下奈緒ていうのはまあその父親のいびきがですねこうすぐ分かってしまうみたいなあのことが、まあ、悩みであるということをあの本人が言ったことがありましてだからあのーね、音に関して全く聞こえない人っていうのは聞こえないんですがその音に対して言、えーね ななんていうのか特別に分かる人っていうのは、こういうねいびきとかも分かってしまうんで、音に対して聞こえる人っていうのは、それはそれで大変なことがあるなと、すごい能力を持っていると、それはそれで大変なことがあるなと、そういったことを思いましたということで、リスナー様がこういう絶対音感を持っている芸能人とかっていうことに興味お持ちかなと思いまして、この松下奈緒ていうね女優の方、音楽活動をされている方ですね。この方が持っってていいるう まあことなんですよだからあの松下奈緒っていう方はあのピアニストとか音楽活動されてますけれども、まあ、こういうね絶対音感を持ってるんで、まあ、そういった活動において、えーまあ、あの素晴らしいなと、まあ、向いてるなと、えーまあ、思いましたっていうことで、えーまあ、何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですっていうことで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたしました